どうぞどうですか明日ひ卑弥呼見に行くもう見に行きました。 あ、十一月二十七日、お話し会来てくれる、ありがとうございます。おちょくちゃん、レインボースター、ありがとうございます。そらまんまらむ。あ、十一月追加したから、ありがとう。 11月ぶりん ?11 ん1ん <laughs> 明日の3人でのコスプレは決まりましたさっき <laughs> めっちゃほんまについ先決まりましたよ今日の YouTube のヨガの服あかりさんあれはえっ、ー、とナージ上かな下かなどっちやろ そうっ決まったんです <laughs> ギリギリな私たち来週何の話する何話する何でもいいよダンサブルの編集うますぎてビビったえ本当にダンサブルの編集は 特に何も頑張っていないんですけどダンサブルのロゴを流すのがいつもやり方忘れちゃうんですけどなんとか今回もできましたでも最後のメンバーの紹介のところはゆうちゃんが作ってくれました上の服水色のやつかあれはファンの方からいただいたんですけど「えっと、ルルレモン」。 ルルレモンっていうお店のえー、水色の服ですダンサブルはあともう一本はいダンス動画撮ってるんでお楽しみに ダンサブルの動画は一発撮りですかダンサブルのあれはいやえー、っとなあ恋愛恋と愛のその間には,は2回ぐらい2発2発撮りえー、うーちゃんが一番うまいって言ってた「お母さんありがとうございます」。 嬉しいお母さんと見てくれてんの嬉しいおぶやさんかぼちゃありがとうございますこの土日で話せると思ってたらえー、撮ってなかったんもういつもインスタで告知してるじゃないのダンサブルの活動活発になってほしい私も活発にしたい あ、ふうかちゃんこれ何ケーキありがとう今日はね何グラっていうそう揚げ派風がちょっとなくなってしまったので明日はちょっとはいまた違うやつを着たいと思いますあとこじりんとゆうちゃんとサンコいチ、いつめんで。 やりたいと思き今日はね中華系だったんですよあふたばさんレインボースターありがとうございますヘリンバージョンで横にジャンプしてるとかああの構成はクリエイトボーイさんっていうおカバーブさんさつまいもあ焼き芋かそうあのー、フリーんダン 振り付けしてくださったクレートボーイさんも YouTube しててそれで恋愛を4人でされてたのでそれを参考にダンサブルもさせさせさせさささささせていただきました <laughs> あゆかさん何これコウモリかなありがとうございますいつ面のコスプレがどの部で来るのか時々えっとですね3人がソロ部やから4部かなだと思います お菓子くれなきゃジャンボリしちゃうぞ。<laughs> ダンバ、ダめっちゃ今日かむねんけど、ダンサブル再開に感動ありがとうございます。あ、トマさんリンボさんありがとうございます。ゆウちゃんゴブからか。じゃあゴブからです。 <laughs> お菓子あげさせ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 ,させて <laughs> 早速いじってるやんえお菓子くれなきゃおしゃぶりしちゃうぞどういうこと変なことはやめてくださいね <laughs> 変なこと言わないでくださいね USJ のハロウィンに行ったことありますか行きましたこの前。 じりんとゆうちゃんと行きましたでも人気ですねめっちゃチュロス食べるのに1時間ぐらい並んだんですよ何も食べずに3人で夕方ぐらいから行ったんですけどもうお腹空きすぎてちょっとね並びましたね美味しかったですでもチュロスおカシオレさんレインボースターありがとうございます ダンサブルライブないのかなそうしたいんですよ12月にしたいんですユニバの3人での写真ってないですかユニバの3人の写真はモバメに送りましたモバイルメール <laughs> <laughs> お菓子くれなきゃ歌詞を忘れて鼻歌でワンフレーズ歌うことになるよ歌詞とお菓子をうまいことかけて私の過去の黒歴史をいじってるな <laughs> もうそろそろ冠ライブしてほしいけど卒業がよぎるからな冠ライブしたら卒業みたいな雰囲気になるのがすごくやりづらい <laughs>。 なんか卒業せな卒業発表せなあかんのかなこちらもっていう気持ちになるんですけどそうダンサブラ4周年ですねカムリライブ久ししぶりにしたいんですよ最近ちょっと時間もできてきたし <laughs> ちょっと。 ダンサブルの何新メンバーオーディションはありますか？えー、でもさいろいろ思うことがありますねそれも <laughs> だって二期三期ん二三四五期にもし八期生とかが入ったらめちゃめちゃやりづらくない <laughs> しかも、ね、ダンサブルは4周年でちょっとまあ期間も空きましたけど公式になるまでいろいろちょっとねいろいろあなんかみんなで <laughs> 一度孤してやってきたのででもなんか私たちがさやかさんの卒業コンサートでダンス選抜で選んでいただいてそこからまあ自我が芽生えて <laughs> こういうユニットを作りたいと思って作ったわけじゃないですか。 そのきっかけを、なんか作れるようにはなりたいなって思うんですよ。そう。え、皆さんがダンサブルに入ってほしいなと思うメンバーを逆に誰なんやろ生捨て師匠さん。名前面白い。かぼちゃありがとうございます。うん。久しぶりの動く優香だ。 ありがとう <laughs> いつも動いてんねんけどな今でやギターはギターやウクレレ教え入れの奥にいるとかって思うじゃないですか真横にウクレレちゃんがいるんですよじゃーん <laughs> しかもこのウクレレにはめっちゃ懐かしい東京アイドルフェスティバルの時のチェキが入っていますまあそんな話は置いといてですよ何グらしないと31日までやからな ウィッグアトリートの後にお菓子をあげたくなる一言さあ何ですかねなんでしょうね何ですか <laughs> 考える気ないやんって感じですよねお菓子くれないと トトトリックアトリアートお菓子くれなきゃあなたの目玉をお菓子に私のおやつにしちゃうぞ <laughs> トリックアトリートお菓子をくれなきゃあなたの髪の毛全部抜いちゃうぞ。 お高部さんレインボースターありがとうございます。<laughs> ええー、他に何？うんなんやろうな。全部キュンよやって <laughs> 変態ナイトがいる。どうしよっかなー。 じゃあ怖いって言われるからあわかったお菓子をくれなきゃ前髪抜いちゃうぞ <laughs> 前髪抜かれたらめっちゃ嫌じゃないですかストレートの萌え系でいくい萌え系で言ってねベストスリー入れたことないんです まつ毛の方が嫌かも。<laughs> 確かに <laughs>。まつ毛の方が嫌か。センター受けなんで行けます。えー、何にしようかな。お菓子あげたくなるセリフでしょ逆じゃないのっていう。あの意見が来てますので。うん。 ん、えー、やろうな歯抜いちゃうぞやって <laughs> ちょっとコメント欄も荒れてきましたよ <laughs> フフフリフいたずらするフフ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  「<laughs> お菓子くれないと奥歯ガタガタ言わすぞ」って <laughs>「怖いお菓子くれなきゃ格変タイム終わりにしちゃうぞ」って <laughs> パチンコしてる人にからしたらめっちゃ嫌なセリフ。 脳みそチューチュー吸っちゃうぞやって <laughs>。怖いのわかり。私より怖いの思いついてるじゃない。じゃないです <laughs> 歯茎乾かしちゃうぞやって、ちょっと待って。お、面白い <laughs>。確かに歯茎乾いたらね、なんか。うん、口閉じなくなりますよね <laughs>。はい。 ハーケーの多いな。ハーケー多いですね。あお話し会の時間短くするぞ、やって。<laughs> それは嫌やな。あ、ブ屋さん、かぼちゃありがとうございます。<laughs> 脳みそチューチュー吸うと、え、何だっけ。脳みそチューチュー吸っちゃうぞ、が、私は好きやな。 歯茎乾かすぞも <laughs> 好きやけど <laughs> おもろいお菓子くれなきゃ小指,小指タンスにえっぶつけるぞやって痛い <laughs> ってお菓子くれないと歯に柿の種埋め込むぞ <laughs> 待って <laughs> どういうこと <laughs> 一回抜いて <laughs> あの歯は合うかな <laughs> ああ面白い <laughs> もし私がお菓子もらって来られてきてたとしたらお菓子にもらえてたと思うか <laughs> それ山内さんのよくかまいたちさんのネタですか何回、うん、読んでも理解が難しい もし私がお菓子もらって来られてた来てたとしたらお菓子にもらえてたと思うか <laughs> あ分からへんもん。さっきからあんまコメント読まないようにしてたんですけど <laughs> お菓子くれなきゃ何や「ゆうちゃんの公演終わりの靴下かがせるよ」とか <laughs> ゆうちゃんがめちゃめちゃいじられてんねんけど <laughs>。 みんなゆうちゃんに言いつけんでこんばんはちくわさんこんばんはゆうやさんレインボースターありがとうございますふくちゃんケーキありがとうございますともさんペンライトありがとうございます お菓子くれなきゃ酢豚にパイナップル入れちゃうぞやってパイナップル入れる派の人やったらお菓子くれないじゃないですか <laughs> うわ口内炎にレモ,ンレモン絞っちゃうぞやって痛い <laughs> この前ね口内炎ずっとあの患者ってここにできてて想像しただけでちょっともうブルブルしてきますねそれは。 <laughs> ゆうちゃんに「それだけは」って <laughs> お菓子くれないとプーしちゃうぞやって <laughs> ゆうちゃんのネタだ <laughs>「強制モルカーコスプレさせちゃうぞ」やってモルカー協調度い子ちゃんと第4話見ました。 モルカーコスプレってどんなん難しくない足タイヤやしお菓子くれなきゃ来年まで靴下が破れてる感覚にしちゃうぞ破りはしーひんねや破れてる感覚かそわそわするなぁお菓子くれないと目ちこつぶしちゃうぞって <laughs> グロい うん。<laughs> みんないっぱい送ってくれてるえーどうしよっか <laughs> やっぱりお菓子くれないと花わさびしちゃうよえって <laughs> 花わさびは嫌や今の季節寒いから余計嫌痛さ倍増する お菓子くれなきゃピンクの肉球触らせへんぞ <laughs> えもモルカーの立場になってる私ピンクの肉球ないからなお菓子くれなきゃ大喜利してるんですか <laughs> 大喜利になってるけど <laughs> ほんまにみんなが面白いから <laughs> お菓子くれないと座る時に必ず「どっこいしょ」って言わせちゃう <laughs> そうやって <laughs> でもさ「どっこいしょ」は言わへんけどさ「よいしょ」とか言っちゃいません私言っちゃうんですよねそれ言ってんのを聞かれてもうウーカも25歳やもんなって言われた時に <laughs> なんか切なくなったお湯を感じましたよ <laughs> 乾燥はぐきに勝てん <laughs> わかる <laughs> 乾燥はぐきめっちゃつぼやねんけどお菓子くれなきゃ財布の中のお金全部10円にしちゃうぞ使いにくいパンパンになるやん <laughs> 脳みそチューチューか乾燥歯茎がどっちかなんですよね。車乗るときに。乾燥歯茎がいいらしい <laughs>。あげたくなる一言ですよ。え。そうやんなあ。そっか。可愛い,い。もうもうそんな可愛くお願いされたら。あげるしかないやんっていう方向性なんですかね。 <laughs> 乾燥歯茎は地味に嫌すぎる <laughs> みんなが乾燥歯茎その歯茎が乾燥した時のことをみんなちょっと想像したわけじゃないですか今 <laughs> おもろい <laughs> それをめっちゃ可愛く言ってみてほしい <laughs> それ苦手うんうんだいぶ想像したやっぱそうですよねお菓子くれないとキュルキュルしちゃうぞ嬉しいなそれキュルキュルあでもキュルキュルってなんやろキュルキュルによるなキュルキュルの種類に 乾燥ハけで飲み物欲しくなる <laughs> みんな想像してる面白いうんトもさんコウモリありがとうございますう <laughs> んあんた女優さんなんだからやりなさいよ <laughs> って言われた <laughs> いいえね。誰かスイッチ押してくれないと無理です あげざるを得ない状況にしてますね私は今アクトレスでしょで <laughs> そうですねあさっては即興劇があるんですよ <laughs> やる気スイッチどこですかやる気スイッチ私のやる気スイッチどこなんやろ乾燥歯茎を四十五にしたい <laughs> <laughs> どういうこと <laughs> うんお菓子くれなきゃ歯茎カピカピに乾燥させちゃうぞカピカピにしちゃうぞ乾燥歯茎にしちゃうぞ乾燥歯茎 やるスイッチ君のはどこにあるんだろうほんまにどこにあんのやろ私の <laughs> トリックアトリート、えー、トリックアトリートお菓子くれなきゃうんあの私よく方向性間違えるんですよね だからちょっと間違えてたらみんな逐一言ってほしいねんけど乾燥はぐきは干し柿ん干しいたけ干し貝柱と同じ種類に思えてきたブ <laughs> ヤさんありがとうございます。 結構髪の毛全部抜くぞ好きなんだけど <laughs> 好きな人いたトリックアトリートお菓子くれなきゃあなたの髪の毛全部抜いちゃうぞ乾燥 <laughs> はぐきは違うと思うよって <laughs> めっちゃ真面目なコメント来てます <laughs> 今更だけどお題なんだっけ?」このテロップに書いてある。 やつですお菓子をあげたくなる一言ですトリックアトリートお菓子くれなきゃあなたの歯垣カピカピに乾燥させ乾燥させちゃうぞ、はあもうかんだからあかんわ とっあっうんえー、トリックアトリートえー、えトリックアトリートちょっと待ってくださいねトリックアトリートお菓子くりなきゃあなたの脳みそチューチューすうたるで な <laughs> なんか大阪目になった違う違う赤もやっぱりスイッチ入,っ入らないです歯茎乾いてるからかむのも仕方ないやって。 なもう <laughs> 自信なくなってきたどうしようかな <laughs> お菓子くれなきゃ肉うどんにしちゃうぞ。 あなたのお肉で肉うどん作っちゃうぞ <laughs> うーちゃん舞台女優じゃないのって嫌 <laughs> だそんなこと言わないで歯が乾燥してる感じで言ってみよう <laughs> いやいや <laughs> <laughs> 恐怖配信 <laughs> まあハロウィンですからねトリックアトリートハルさん まだイブイブです。そうなんです。まだイブイブなんです。アゲハ風のセリフないかな。アゲハ風のセリフ。<laughs> なんやろ。ご贔屓にしか出てこい。うん、やってます。ありがとう。 私みたいに乾燥させちゃうぞって乾燥したらこうどうなるんですかねもうそれビーバーやんお菓子をあげたくなる一言なのでお「お菓子くれたら」というふうにしてみたら「あそっち系?」。お菓子くれたら ここんなことしますよってこと <laughs> 乾燥はぐき一族になるのではって <laughs> そんな一族あるんですか <laughs> お菓子くれたらお金あげるあそっち系 めっちゃマジレスしていいですかそれやったら自分で買う <laughs> くれなきゃ、かまいりにしちゃうぞ、お、お菓子くれなきゃじゃないんか、お菓子くれたら、の方か。あ、突っ込み待ちやった、よかった。待ちですしがち。 お菓子くれたらあかんそういう系になると全然思いつかないお菓子くれたらお菓子くれたらこの冬あなたの唇が乾燥するたびにリップクリーム塗ってあげる <laughs> ありがたくないですか。私めちゃくちゃ唇乾燥するから、ありがたい <laughs>。長いのよ <laughs>。長いか。<laughs> そっか。 乾燥好きやなって言われた。確かに乾燥めっちゃ出てきますね今日。塗る方大変そう心配してくれてる。 すごい私の旗持ってる人がいるすごーいそっかそういうアバターもあるんですねありがとうございます何がいいかなみんな好きなお菓子なんですか あマカロンチョコヤンヤンやんやん懐かしい <laughs> あいいですねチョコ系が人気ですねあうまいボサラミ味わーキャラメルコーンも味しいね った通りも美味しい。ピノのモンブラン味とかあるんや。分かれますよね。しょっぱい系が好きか甘い系が好きか。<laughs> みんないっぱい教えてくれる。 三角チョコパイもお菓子に入りそうおやつ私最近グミにはまってるんですよ早く決めなさいよって <laughs> バレた。 どれがいいやろう決めてください <laughs> ガルボも好きチョコ系やったらガルボが好きですくれなきゃでやってる人いるんですかね投票しよっか えー、投票どうやるんやっけこれかじゃあが、うん、<laughs> でもよく考えたらさこの配信見てなくて歯茎乾燥させるぞって言われたらこの子何言ってるんってなりますよね。<laughs> ほんで。 それがおもろいんじゃんって選ばれるの諦めてボケよやって <laughs> ほんまに全く選ばれへんからなじゃあ1が、えー、乾燥歯茎で <laughs>「ほんなに言ってんねん」って感じやな2が脳みそ大敵「脳みそチューチュー」 あなたお菓子くれなきゃ脳みそちゅうちゅうしてまうでやったっけん <laughs> でしたっけ寝てき脳みそちゅうちゅう世界一嫌な二択。 ちゃうぞでいいんじゃないの確かに「おみそチューチューしちゃうぞ」<laughs> かまいたち風もありねあれ面白かったですよねでもちょっと理解が難しくてセリフ覚えれてないですもう僕らはすっかり「感想はぐき一族」ハマってるやん <laughs> パワーワード考えた人すごいじゃあえ一1か2でいいんかな できてる？じゃあちょっと一分ぐらいしますか投票。二ジェルネイル。ええ一位のあれがいいです。一位のなんかアイパッドみたいなやつ。感想ハグキ軍団が生まれました。まさかのここでねえ一位モーション 機能付きススマートディスプレイなんやそれは何ができるんやろう乾燥はぐきが1で、えー、脳みそチューチューしちゃうぞが2です <laughs> どんな投票やねんなあと15秒ぐらい <laughs> これで1位取れんのか <laughs> 感想は歯茎軍団に入れんで絶対入りたくないですね <laughs> もう何もうみんな何言ってるん <laughs> って <laughs> はい終わりますねめっちゃつぼやねんけど <laughs> 投票結果 1>, 1が64.5で2が35.5%でした。ということで乾燥はぐきが1位をはい見事取りましたけど <laughs> ほんまにこれはみんなのあれにもかかってますからね。あの共犯共犯こういうのなんて言うのやろ責任取らへんってもう早速言ってる人がいるぞ。 <laughs> 乾燥歯書きおめでとうございます <laughs> 乾燥歯書きはまだ一位取ってないんですよここでは一位取ったけどねなんでみんなそんな <laughs> 乾燥歯<は>書き <laughs> そう私さっきこの いつか歯茎が乾いた時に今日のことを思い出すでしょうにめちゃめちゃつぼりました <laughs> ウークがなんか言ってたなってでも歯茎乾燥することってあんまないですよね <laughs> なんでこんな笑えるんやろう不思議自分のツボが乾燥歯茎だったなんて今日初めて知りました 負けたくなるコメントだよやって優しいですね <laughs>。<laughs> はいということで今日来てくれた皆さんは乾燥歯茎軍団ですこれをまた一人で動画撮んのか。 お疲れ様です爆睡してて今気づいたもうねぇ乾燥歯茎の話題で盛り上がってましたよみんな真面目な場面で乾燥歯茎はあんまり思い出せないように気をつけてください <laughs> 何乾燥型歯茎って何 お題の回答動画一分以内とハッシュタグなんぐらとハッシュタグハロウィンをセットで投稿ってあゆうじさんけんぱちさんともさんありがとうございます最近頭にお城のせるのはまってるんいや二日連続でお城の近くにいたんでね載せてみました めっっちゃノリで送ったんや <laughs> ほんまにそうやんな <laughs> ほんなほまにノリで送ったこんなね盛り上がると思わなかったですね <laughs>。ねえウーカが笑うたびに歯茎乾燥しないか心配しちゃうえって <laughs> ほんまにあの <laughs> 変な心配 <laughs> 変な心配やなでも笑いすぎたら確かに歯乾燥するかもみんなこれから乾燥の季節なんで気をつけてくださいね。 やっぱりお城重たいんですか。そうですね。やっぱ特別な訓練を経て。首を強靭に鍛えておりますので、私はお城を乗せても大丈夫です <laughs>。<laughs> こんばんは。 歯茎を来年の生誕 T シャツにするのだけはやめてねやって <laughs> 大丈夫その心配は首鍛えはいということで無事決まりました皆さんありがとうございますいやーまさかあのワードになるとは大盛り上がりでしたね ま、無事かどうかはまあこれからです。はい。きっとまあベスト3には入らないですけど。まあ、皆さんが歯茎が乾燥した時にくすっといつか笑ってくれたらこの配信が報われます。<laughs> どうか頭の片隅に乾燥歯茎を置いといてください。よろしくお願いします。はい。 <laughs> ということで、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位エガちゃんありがとうございました。お話し会もありがとうございます。12位ゆうやさんありがとうございました。11位ウーカメインの箱推しさんありがとうございます。え、順位ひよこさんありがとうございます。9位健一アットマークチームへのおっさんありがとうございます。 ええ八位ウカウカオハロちゃんさんありがとうございます。七位ブヤさんありがとうございます。え六位チョコちゃんありがとうございます。五位フーカちゃんありがとうございます。四位トリコ坊主さんありがとうございます。三位トモさんありがとうございます。二位タカブさんありがとうございます。一勝敗さんありがとうございました。オンライン来てくれた人もねちらほら。 嬉しいです。はい。ということでオンラインありがとうございました。オンラインじゃないわショールームありがとうございました。じゃあ明日もオンラインお話し会で会いましょう。来てくれる人。はい。<laughs> いますか。オンライン激川でしたって嬉しい。 てない人はね次回またオンライン受付あるときにぜひ待ってますはいじゃあみんな唇も歯茎もしっかりお肌も体も保湿しておやすみなさいはい風邪ひかないようにねじゃあおやすみなさいありがとうございましたババイバイ。